政治生活の集大成として、これを最後の戦いとして、ここの地だった、私石破茂はこの度の自由民主党総裁選挙に立候補をいたします。38年間の政治生活の集大成として、これを最後の戦いとして、原点に戻り全身全霊で皆様にご支持を求めてまいります。何卒よろしくお願いを申し上げます。節度を持って集めたお金、それがなぜ政治のために必要なのか、それを限りない透明性を持って国民に向けて公開をいたしてまいります。改正された政治資金規正法を守るのは当然のこと、さらに透明性を深めるための努力を最大限にいたしてまいります。金のための政治ではない、政治家のための政治ではない、それを確立することによって、初めて自由民主党は、政治は国民の皆様方にもう一度信頼してもらえると思っています。ルールを守る政治、ルールを守る自民党、その政治を確立をいたします。夏止まりも行きとらんな、最近な。すいません、そのはい、頑張ってください。はい、はい、よろしくお願いします。